ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。今急遽撮ってるんですが、よし来た、お尻がいる。今寝起きでスプラトゥーンやってたら変な人がいるんですよ。すごい変な人。その名もね、お尻。多分ローラー使ってる相手側にいるんですけど、変なねビクビクって動きしてるんですよ。それで急遽撮ってます。で結構強い人っぽくて、ただなんかね変な動きしてて、くそー。お尻だけは見せたくて今撮ってます。今回ね、目標勝つことじゃなくてお尻を見せること、やばかった。今あれもうね、僕今これランク22ぐらいまで来てるんですけど、あんな動きをする人見たことがないんですよ。完全にね、多分プロ。あの人いる逃げろ。ちょっとお尻さんを見たいお尻見たいって言ってると変態みたいだけど、お尻って人なんですよ。あべっ、同時打ち、まあ、いいやお尻どこだ。やばい、なんで見れないの。さっきまでめっちゃ面白かったのに。ちょっと待って、絶対お見せしたい。どこだローラー。やばい、いじめないで。お尻さんどこですか。変な、なんかずっとこうインクに入ったり出たり入ったりしてるんですよ。変な動きして。10だ、やばい。よし、オッケー。どこだお尻。お尻だ。この人。これ今の目をいた。あれだお尻。頼む。お尻これ似たよね。あれこれ似たんだけどな。お尻いた。お尻これお尻。あれやってる。お尻まだね、この人本領発揮してないんですよ。さっきめっちゃビクンビクンやってたのにさ。あれお尻これお尻か。来い。強いんですよ。ランク47なんですよ。あれビクビクってやんないなちょっと待ってよ、せっかく録画したのにさ。これだよねお尻この人だよね。よしお尻倒したけどさちょっと待ってよ、もう一回やりたいねこれ。ちょっと待ってまさかのやってくれないで、一番そのビクビクって炸裂してた時はなんかもう相手が全然こっちに勝てなくて、多分試合放棄的な感じでやってたのかもしれないですけど、あまりになんか変な人がいるなってことで面白かったんですけどね。やってほしい時にやってくんないっていう、これお尻ですねやっぱでもちょっとお尻なんか見てなきゃよかった。ちゃんとやればよかった。勝てそうだったのに。勝ってるちょっとこれ僕以外の人やってる見ました。今のが見せたかったです。あれを3分間やってたんですよ本当に。で僕なんかもう10回近く倒したんですよ。お尻っつってビクビクビクって言って、お尻いたっつって。もう一回敵でやりたいな。すぐもう一回行こう。もう一回敵でやらせてくれ。ほら、17回倒してる。やばすぎる。お尻やばすぎる。17回倒してる。やば。みんなだって僕らは別にふざけてお尻とかやってないですからね。お尻いる。頼む、お尻とはお尻仲間でもいいのか。待てよ、お尻仲間だったら冷静に見てられるのか。仲間でいきたいね、お尻とね。いや、まさかね、こんなね、寝癖で、スプラトゥーンやってこんな面白い人に出会えると思ってなかったんで。そう、お尻だよ、お尻。お尻、矢印、これお尻っていうね、これね。いやー、レジェンドだね、これ、スプラトゥーン界のレジェンドですよ。技術以外で楽しませてくれるっていうね、僕らを。すげー。ビク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 。お、敵だ。よっしゃー、お尻倒すわ。男っぽい、なんかちょっと服黒かったかな今。お尻ね、皆さんお尻だけ見ててください。ダリドでポリダリドでポリのダリドでポリ。二度塗りの神ヒカキン、お尻を倒す。お尻だ。ビクビクビクお尻倒された。やった。ただまだ本領発揮していない。多分あれなんかあの人の癖かなんかなのかもね。なんか連打してんだよね、これをこうやってそう、そんな人いなかったからね今まで。バカよ。よし、んでもうダイオウイカ溜まってる。おっとっとで、この辺にいるよね。いたよね。お、オッケーオッケー。我々結構いい感じで集めてる、集めてる。あ、うわー、今ね、やばくなったら押そうと。お尻やって速攻お尻のとこ行こう。勝ってるお尻のとこ行こううわー、来た、助けて。うわー、お尻お尻？お、おっしゃ！いいぞ。ダイオウイカ黙りそう。オッケーオッケー。相変わらずローラーでやってます。最近もいろんな武器試してるんですけど、やっぱりね、慣れなくてね、全然。飛距離すっごい飛ぶ銃とかも、全然的が定まらなかったり。あ、お尻かな？お尻全然あれやってないね。やってるお尻いやー、この動画日本のどっかでお尻さんに見てほしいな。誰かお尻さんに伝えてください。あんた最高ですってちょっと今回ね、ビクビクってあんまやってないけどお尻面白いな。僕もお尻って名前にしようかな。なんでやねん全然お尻さんに出会えなくなった。ただ結構ヌリヌリしてるぞ。気づいてない。やべ、リンク切れちょっと待って、リンク切れ悔しい。やべ、バレてる。逃げろ。最後やられたくないからな。お尻ビクお尻なんて終わり。もうちょっと見たいな。なんでやってくんないんだろうな。ただ勝ててるからいいかいやー、あれ見たいな。多分もう二度と出会えないと思うからね。お尻さん今回は17回は倒してないね。そう、あとランク20超えるとね、なんかこうランクアップの公式がなんかこうポイント制みたいになって、これもまたちょっと新鮮で面白いですね。最後なんかお尻くんと仲間になって、あ、いるお尻くんと仲間になって、一緒にやりたいね、あの動きね。一緒にやって、倒して、勝って終わりっていう、その最高なシチュエーションで終わろうか。オッケーオッケー。明らかにこん中だともうお尻くんだけ、とんでもないレベルだね、これ。やっと僕も多分、始めたばっかりの人からすると、お、22、ランク22ヒカキン、んって、どこまで来たかな早く30行きたいですね。はい。マサバ海峡大橋。同じとこだね。お尻うわ、お尻さんと仲間にはなれないようだ。いいぜ、最後まで戦い抜こうじゃないか。ただね、向こうランクお尻さんだけめちゃ高いんで、まあうまいでしょうね。ダイオウイカのローラーってことは同じやつかな、これと。そしてこっちは僕がね、これ一番好きな色ですよ。なんかね、薄い色が好きなんですよね。水色とかピンクとか、この緑の、やばい、薄い色が好きで、やばいよ、来てるよ、後ろから来てる。いや、やってるな。おいたやってくれてる。嘘、なんでやってくれんのこれあの人戦う気ないぞ、多分危ない。あー、くそや。お尻さんもう先輩だ、もう僕の師匠です。完全にもうスプラトゥーンの師匠。出会いたいな。まずチーム組みたいわ、お尻さんと。どこにいるかな今。何、すげえやってたよねお尻さん、あ、痛いあ、強いんだこれ。強えこれ隠れられるんだ。あ、そっか、バシャってのをバシャってやってきたらそのまま潜ったまんまにすると。だから常にこうやって潜りながら、お、やろうお尻。まさかこれスプラトゥーン業界では普通だったりしますよ、この動き。お尻動き。あ、こうやってるぞ。遊んでるもん、この人。ほら。なんかやられてもいいや、みたいな。そう、これ、こうだったんですよ、最初から。あ、やばい、勝ってる。向こう勝ってる。やばい、やばい。勝ちたい。これで勝てば全て OK。上から狙ってきてる。あとそろそろね、ガチマッチとかもやりたいなと思っております。めっちゃ来てんな。お尻お尻いいね、やっぱこれね。永遠のライバル、永遠のライバル。師匠であり、永遠のライバル。お尻さん。最後に出会って終わろうじゃん。最後に出会って終わろうじゃないか。やられてる。痛いよね、今ね。いるいるいる。よし。お尻さん。おっお尻倒しちゃったお尻倒しちゃったよ最後に戦いたいよ、あの動きで。最後にお尻、お尻さんもう来ないな。来てる、今ビクビクしてた。来た、お尻が。あれ、倒されちゃった。お尻倒されちゃったよあ、上からか。逃げろ逃げろ。ダイオウイカ逃げる、逃げるツールですから、ね、勇敢に攻めよう。お尻さん、お尻さんいねえや。いやーでも見れてよかったわ。あんなにしっかり見せられるなんて思わなかった。うわ、いい勝負。さあどうだ、お尻 VS ヒカキン。勝った多分お尻さんね、あの動きしてなかったら多分めっちゃ強いねなんでだろうねやっぱりなんか多分全然本気でやってないんだな。あんな点数なわけないもんね。あ、いる、またいる。仲間になりたいわ。最後に、最後に仲間になるまでやっぱやりたいわお尻さんいるから、もうだって出会えないからね。違うステージ来るかな。あ、同じだ。でもここ僕あんまりこう苦手ってか、嫌いじゃないな。あ、やっぱ敵だわ。やっぱ敵だわ。すごいな、でも、4回連続で敵ってすごいっすね、結構。例えば、あと最近コメントで皆さん、ジャイロ機能、ジャイロ機能だっけ、あれなんだっけ、アングルをこうやって変えるやつ。あれをオンにした方がいいですよって結構アドバイスいただいて、一回オンにしてやってみたんですけど、やっぱ僕、なかなか向いてないっすね、あれ。全然もう、こっちで慣れちゃってて、ただ上手い人結構あっちでやってる人が多いって聞いて、まあ、ちょっとこれでね、どうしてもあんま上手くなれなかったら、練習しようかなとは思ったんですけど、ぜひ、ランク50とか結構、俺上手いぜって方でも、このアングルをスティックでやってる方、教えてください。お尻お尻倒しちゃった。そう、それで、もしこっちにもいるんだったら、こっちでもいい。やべ、いる。上かなバケツを今の。よし、ダイオウイカ溜まった。え、なってるなってる。あー、お尻さんやられてるわ。いいぞいいぞ、塗ってる塗ってる、勝ってる勝ってる。よし、攻めますか。あっしゃ、ヘイ、オッケー、お尻さんオッケー、3連発。ダイオウイカやっぱいいっすよね。いろんな武器があるけど、やっぱダイオウイカがいいなと思って最近。ここって登れんのかな。やべ、いける。お尻さんお尻さんをなんか倒しまくってるよ、さっきからバレてよ。あ、やばい、来る。上にいるんだよ、上に。やりづらいよ、上は。気づいてるから、これ絶対。お尻お尻あ、ここ濡れないのか、見るところ。やっ、うわ、上から撃ってるやつ倒してくれ、誰か。きついぜ。お尻、これこれこれやろう、これ。あ、倒しちゃった今お尻さんはあれをやろうと思ってたかもしれないのでやっちまった。俺がお尻さんをやっちまったぜ。よし、横から行くんだよ。そう、最近分かったんですけど、あれダイオウイカって打ちまくられると前行けないんですね。それをこうサイドから回り込むようにして倒すテクニック。おーし、おーし、バレてるバレてる、場所バレてる。よし、でも勝ってるぞ。何回もなんか塗ったり塗られたりしてるけど勝ってるからって。よし、オッケー。勝ったね、これギリギリ。ああ、お尻さん後悔して発揮しなかったな。ちょっとね、お尻さんとどうしてもやっぱ仲間になって最後勝って終わりたいということで、今入ってみたらいましたね。安定のお尻。平和だね、お尻。最後仲間になりたいな。もうね、何回やっても仲間になれなくて、仲間で一緒にいて、あの動きを一緒にやって、多分僕がこうやってやったら気づいてやってくれると思うんですよ。敵同士だとね、ちょっと倒されるっていうその、ね、スリルがありますから。今回ね、安心してお尻で、お尻ダンスをしましょう。さあ来い、ラストラスト。これ仲間です、これ間違いなく仲間です。これさすがに4回も5回もやれば OK、 仲間だ。やったー。もうお尻さんの、もうお尻先輩の後ついていきます僕。おお、めっちゃやってる。うわ仲間っすね、仲間っすねこの人気づいてるかな、もしかしてあ、こうやってね、回転してんだこれ。お尻流は回転が入ってる、こうやって。あ、いってるいってる。ちゃんと勝負も、ふざけた後もちゃんと勝負。いいね。最後までふざけて負けていってんじゃないですか。勝ちがあってのお尻です。やべえ、お尻さんやべえ。勝ちましょう、お尻さん。勝ってますよ、早速勝ってますよ。優勢ですよ我々。やべえ、狙ってるやつがいる。あれ一撃で遠くまで飛んでくるやつだないやー、よかった。あ、ついてきてるついてきてる、お尻さん47だからな、お尻さん。この動きうつえ、すんなり倒してるあの人。やべ伝授されたぜ。もうこれで僕もランク47ぐらいまでいけますよ多分、このままでも結構確かになんか動きづらいとこでも動けるかも、お尻動き。あいつやべ、なってない、下に降りてきてないもったいない使い方した。またためましょう、勝ってるしね。いやー、お尻さんがいたらもう絶対負けんわ。あー、あそこでいるのね。あそこ倒しづらいわ。ここ濡れないのか。あ、濡れない。お、すごい。どうやって上がったんだ。すごいすごい。他のとこから上がったのか。かっこいい。こっちから遠回りしていけばいいんだよね多分。遠回りして上がっていこう。え、これどうやって登るんだ。あ、ここからだ、ここからだ。よし。全然そう、僕いつもローラーでこう上に上がらないので。うわ、いるわ。あー、落ちちゃった。やっべ。おー、ナイス、うまい。いやー、面白かった。最後上登り、あ、上登りたい。ここついね、イカになって折っちゃうね、失敗すると。うわー、めっちゃ狙ってる。あ、すごい、ここに立ててやる。うわー、ちょっと怖いな。お尻的動きでいこう。よし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 。おー、すげえ、バリアついたわーい。久々にバリアついたぞ。よし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 。あとたまになんか一人抜けたりするじゃないですか。あれすごいやばい、やばいですよね。残念ですよね。おっとっと、めちゃめちゃ攻めてるぞこれ。ほら、よし。いやー、いい思い出になったわ。もう最高、最高の終わり方これ。お尻さんとね、ヒカキンの友情で圧勝しましたいや、もしかしたらね、お尻さんこの動画を見てくださるかもしれないんで、楽しくプレイさせていただきありがとうございました。また会ったらあの動きやりましょう。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。